熱帯魚買いに行って熱帯魚屋さんで欲しいって言ったらその熱帯魚屋さんのおじさんが君にはまだ早いとか言われて嫌な気分になってすごく勉強してアルバイトして99タンクがあってそれ全部あの僕が掃除してティンネ,ネームのその熱帯魚の数百の種類も全部覚えてこんにちは伊藤上一ですこの間うちの YouTube チームの新しいメンバーと。 館船でいろんな話をして盛り上がっててなんかいろんな趣味の質問をされて答えてたら、まあ、これをカメラでちゃんと聞いた方がいいんじゃないかなっていうレコメンデーションしたらこうなっちゃいました最初の質問は「あのホビーどんなホビーありますか?」っていうことだと思うんですけども多分一番今ハマってるのは茶道で,でまだ始めて1年ちょっとぐらいしか経ってないんだけども、まあ、ほぼ毎日練習してあのお茶道具にもハマって。 あの日本語も僕もちゃんとできないのみんな知ってるんだけども、今、あの、修士の勉強だとか、前後の勉強だとか、あの、いろんなお勉強に進みながら、まあ、ちっちゃなお茶会とか、まあ、変革のコミュニティのお茶会とかのメンバーと一緒にいろいろやってるんで、まあ、一番多分時間かかってるのは茶道で、で、ちょっと前まで結構、あの、キーボード、あキャニコルキーボードにはまったんだけど、忙しくなっちゃって、で、作動でちょっとそれが押し出されて、 あの、コミュニティメンバーで何人か、あの、最近ハマってる人がいるので、ちょっとそこは、あの、続けているのと、ま、あとは、ま、プログラミングが、ま、半分趣味のような、あの、半分勉強なような感じで、AI とか、プログラミングの、あの、勉強も、あの、趣味っぽく遊んでるけど、ま、あとは、あの、あの、文庫の稽古して、お香も昔から好きだったんだけども、少しお茶ともつながってくるので、あの、鼓動も、あの、少しやってます。 振り返るとあの、まあ、あのあそうちの事務所にはあの熱帯魚がいるんだけども13歳ぐらいの時かなあのずっと結構熱帯魚にはまっていて前あの熱帯魚買いに行って熱帯魚屋さんで欲しいって言ったらその熱帯魚屋さんの,あのおじさんが「君にはまだ早い」とか言われて「すごく難しいんだ」とか言われてすごく嫌な気分になってすごく勉強して最終的にその熱帯魚屋さんでアルバイトして99タンクがあってそれ全部。 あの僕が掃除してでもうあのあのラティンネームの,その熱帯魚の数百の種類も全部覚えてで最終的に日本に引っ越す時に熱帯魚も輸入して連れてきていまだに熱帯魚は大好きなんだけどもこれは結構ハマった一番こう深いハマったあの趣味ででもちっちゃい時3歳ぐらいの時からやっぱりあのボトルキャップとか鍵とか集めててで10代前半はあのビア缶を集めて壁に全部飾ってて 常になんか集めるところから始まっていていこれも僕の読みなんだけどもやっぱり鍵って何か開けるっていうのでこう何かアンロックするっていうのも結構好きだったのと何か大人は結構大事そうに鍵を あのしててただね、鍵って、コンピューター好きな人、だから MIT はみんな結構鍵を開けるのがあの結構趣味だったり、村井先生なんかは鍵を作る機械を持ってるんだよね。だからちょっとね、なんか村井先生っぽくて、ちょっと性格の違い。僕はロックピッキングを勉強して、村井先生は鍵を作る機械を買うみたいな。あとはダイビング結構は,はまってたんで、毎週どこに行っても必ずダイビングして、もう、あの、氷の下のダイビングだとか、 あの、夜中の冬のコーペンハーガンの浜だとか、あの、サメに餌をやるとか、で、まだ、今はダイビングインストラクターの先生の資格を持って、あの、まあ、これは今、千葉工業大学でもダイビング部があって、先生がいないって言ってるんです。あの、MIT でも僕、ダイビングを教えてたので、それは少し、趣味兼、あの、仕事でやろうかなっていうのと、あと、高校時代は、あの、クラブっていうのがあって、だから僕、高校はあと1日休んだら卒業できないぐらい、 あの、勉強はちゃんとやってなかったんだけども、あの、僕の学年ではクラブを一番たくさん運営して作ってた人で、で、あの、高校のクラブ、アメリカンスクールだったんだけども、みんな、あの、クラブ活動の予算って持ってるのね。で、その予算持ってる学生から、クラブの学生で募金もらえるのね。メンバーからでもそうの僕は、あの、国鉄クラブっていうのやってて、で、国鉄クラブでみんなですごいお金集めて、で、こう、焼き鳥食べながらぐるぐる山手線回るとか、そういう、 てっちゃん系もずっとやってたこともあるし、あの、あと料理もすごく僕ハマっていて、で、特にコロナの間1、1年半、毎晩ディナー作って、そしてそれを全部、あの、ウェブで記録して、あの、クックブックの途中なんだけども、そういうのやってたり、一時期、あの、MMORPG、World of Warcraft といかというオンラインゲームはすごくハマって、多分、これ数十年やってたのかな。で、その結構でかい、数百人のギルドのリーダーずっとやってで、これ結構コミュニティ、 関係をずっとそこで学んだのと、あとはまあ DJ はあの中学校ぐらいからずっとパーティーの DJ から始まって、大学でもパーティーの DJ やって、大学最終的にクラブのプロの DJ になって中退して、いまだにちょこちょこやってるけど、その当時は本当に趣味からプロになっちゃったので、そのプロのレベルからはもう僕はあの全然あの下がっちゃってるんだけど、まだあの楽器の練習とかいろいろやってるんだけど、まだまだその、の 人に見せる僕は、あの、学校はダメだったんだよね。あの、なんか教科書渡されてこれ学びなさいとか、人に言われたからなんか学ぶっていうのは全く興味が分けなかったので、だから趣味のために学ぶ、ダイビングのためにこういうことを学ぶとかっていうのが、が僕の学びの方法なので、まあ、英語で言うと Interest Driven Learner っていうんだけども、趣味を追っかけることによって学ぶ。 で、昔はもう趣味って適当だったのそれこそビール感を集めるみたいな。で、だんだん大人になっていくのにあたって、例えば勉強を趣味にした方がいいんじゃないのかとか、AI を趣味にした方がいいのかとか。あと、ま、写真も役に立つ。まあ、かろうじて DJ は仲間を作ったり、コミュニティの勉強だとか、あの、まあ、音楽の勉強とかになるので役に立つんですけども。だんだんだから年になって、まあ、茶道なんかはすごく面白いけれども、結構、 あの日本文化を学ぶのもいいし漢字を学ぶために書道を勉強しようとかっていうのであのまあ年取ってくるとあのちゃんと趣味に対する自分の気持ちを使って何か役に立つ学びをするとか人に役に立つようなまあ料理あの家であの毎晩料理するのもやっぱり家族にとってすごくいいことだったのでまあそういうようなあのことを考えながらだから多分人によると思うんだよねあの趣味を通じてしか僕は学びが今まであんまりできなかったので あのどうしても自分のエネルギーをたくさんん趣味につい込んだっていううのがあるると思うんですあの夜早く寝るあのだから僕8時9時以降の飲みに行くとかそういうのもなるべくやめてなるべく8時とか9時に寝れるなら寝てで4時とか5時に起きる、ね、で4時とか5時に起きてお茶の練習をしたりあのインターネットまずメールとか全部片付けてでネットでいろんなものを見て YouTube を見たりするっていうこの朝の余裕の時間がまあ唯一の僕の 趣味の時間なんだよ、ね、今ああ朝時間とまあだから何か削んなきゃいけないよね今の若い子たちはあんまお酒飲んでないかもしれないけどこの夜のテレビとか夜のお酒とか夜の友達とのピチクパチクを削ればあの夜でやるのか朝にやるのかなんだけどもだけどこれ正確だよねあの本当に僕もちょっとその ューロディヴスリーじゃないけれども、なんかこう、ハマってないとや、やりがいが出ないけれども、あんまりピーチクパクチク好きじゃないんだよね。でも、ピーチクパクチクのために生きてる人たちっていっぱいいるから、<laughs> まあ、その人たちにそれを諦めろとは言えないと思う。うん、2>, うん2ヶ月あったら何でするかまあ多分、お茶、茶道。 日本の文化歴史これが全部今僕が時間がなくて、まあ、あと日本語の勉強多分この辺かなこれをなんかやっぱり今まで日本になかった時間が結構空いてるんでキャッチアップするあのこれにあの使おうと思いますどうせやるんだったらちょっとじゃなくてうんとやった方が良くてっていうのは大体趣味の先には